ぐうの音も出ないほどの畜生を表すぐう畜。今回は現役選手、OB、助っ人外国人、プロ野球関係者に関するぐう畜エピソードを50個ご紹介します。2012年に福岡ソフトバンクホークスに在籍したブラッド・ペニー選手。2006年に16勝を挙げナショナルリーグ最多勝を獲得。翌年も16勝4敗、防御率 3.03。メジャー通算119勝という触れ込みでソフトバンクが年俸2億2500万円で獲得した。先発投手の補強が急務でペニー選手にかかる期待は大きく、本人も勝つために日本に来たと意気込みを語るなど、ファンの間でもその活躍が期待されていた。しかし初登板となった4月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で3回3分の1を6失点。自責点は4。5盗塁を許す内容で KO されると、肩の痛みを訴えて早くも登録抹消。直後の検査で異常なしと診断されたがなぜか帰国。アメリカで再検査を受けるもやはり異常なしと診断される。結局再来日したがろくに練習へ参加せず、本人が退団を希望したため5月8日に退団が発表。1軍登板は結局前日の1試合3回3分の1のみだった。そしてソフトバンク退団10日後には MLB 球団と契約したペニー選手は Twitter で直訳すると、アメリカに戻ってこられて最高だなど日本のファンを煽る発言を連発。痛みを訴えていた方もいつの間にか治ったらしく、すぐにメジャーの舞台に復帰するなどどちくしょうぶりを発揮した。2000年オフ、ダイエーは長打力強化を図り2人の外国人選手を招聘。そのうちの一方がトニー・ミッチェル選手であった。ミッチェル選手は典型的な当たれば飛ぶタイプの選手であり、ホームランはそこそこに打てたが打率は芳しくなく、夏場には不振に陥ったこともあり、この年限りでの退団となった。2001年4月26日の対日本ハム戦、試合も終盤に差し掛かったところだった。日本ハムの高橋紀之選手の投球がミッチェル選手の肩を直撃。このデッドボールでカッとなったミッチェル選手はヘルメットを投げつけて高橋選手を猛追し、両軍ベンチから選手が飛び出して大騒ぎになる。その最中、田中幸雄選手がミッチェル選手の足にしがみつき、動きを封じたかに思えた。ところが怒った金子誠選手がミッチェル選手を突き飛ばそうとしたところ、ミッチェル選手はその攻撃をかわし、カウンターで金子選手の顔面に豪快な右ストレートを見舞い殴り倒す。地面にうずくまる金子選手を尻目に、これで完全にスイッチが入ったか、怒りのボルテージがマックスになったミッチェル選手は足につかまる田中選手を振りほどいて高橋選手の追跡を再開する。制止しようとする藤島聖剛選手と五十嵐慎一コーチを振り払い、しがみついた井手達也選手にパンチ3連打を浴びせて KO。 さらに飛び蹴りを食らわせてきた原田雅彦選手にも逆に後頭部へパンチを浴びせて撃墜するなどの大暴れを見せた。後に光栄テクモの無双シリーズが有名になってからミッチェル無双とも言われるようになった。ちなみにミッチェル選手のいとこにメジャーの問題児の異名を持ち、1995年に大英でプレーし散々問題を起こしたケビン・ミッチェル選手がいる。獲得後まで誰もこれに気づかなかったこともあり、トニー選手も素行の悪さが懸念されたが、トニー選手自身はケビン選手と違って球団と揉め事を起こしたことはない。浅村栄斗選手は FA 解禁日に FA 権行使を表明。同時にインスタグラムアカウントを閉鎖し、髪の色を黒に戻してひげも剃ったことから、この時点で移籍は濃厚と見られていた。そして11月16日にはソフトバンクと極秘交渉、11月18日には楽天と交渉を進め、残ったオリックスとも数日以内に交渉が行われると予想されていた。またオリックスは様々な人員整理で推定8億とも言われる資金を捻出し、浅村選手獲得に備えていた。一方その頃、ファンの間では浅村はプロ入りするまでずっと大阪在住だったから、地元愛でオリックスを選んでほしいと期待され、ネット上では福岡仙台よりも大阪だと入れられたスレが立てられていたが、11月19日にデイリースポーツから FA 浅村栄斗オリックスに断りというニュースが発表された。交渉を行う前に、しかも本人ではなく代理人から断りの一報が入ったという内容で、あまりに予想外な内容からネット上では驚愕と爆笑の渦に包まれた。そして交渉の舞台にすら立てなかったことから、お断りックスという別称が生まれた。浅村選手はその後西武との交渉を経て、ソフトバンクには代理人によるメールで、西武には電話で断りを入れ、楽天への加入を正式発表した。これに対しオリックスの中村博之球団本部長は、会ってからだと失礼という浅村選手側の配慮だと思う、意中の球団があるなら仕方がない、会って話をしたかったというのが本音というコメントを残した。これに対し野球ファンからは、内心で FA 先が決まっていたとしても手を挙げてくれた球団に対して話くらいには応じるのが礼儀ではとリックスに同情する声や、浅村選手の社会人としての常識を疑う声も出てきたが、入団の意思が皆無な状態で交渉に応じても互いに時間の無駄であると浅村選手を擁護する声もあった。中村剛也選手に次ぐ西武の和製大砲の座を確固たるものにしつつあった山川選手であったが、2022年にオールスターゲーム前の練習風景を配信していた NPB 公式動画チャンネルでの映像に入り込んだ柳田悠岐選手と浅村秀人選手の会話が話題になり、浅村、アグーソフトバンク行くらしいっすよ。柳田、浅村、アグーソフトバンク行くらしい。柳田、誰、アグー、来年じゃないの。浅村、来年じゃないか。FA 権取得前からソフトバンク入りを示唆するという、見方によってはタンパリングにも該当するような浅村選手の発言は大きく話題となった。青木宣親選手は6年連続でシーズン打率3割以上を記録していたが、2011年シーズンは成績を大きく落としていた。そんな中、9月には東京スポーツのインタビューにて、3割打てなかったら引退って書いていいですよ、と公言。その直後から打率を伸ばしていくが、最後はブイーツしたチームの勢いを象徴するかのように急失速。打率2割9分2厘でシーズンを終えた。このような3割到達宣言をしたのは、2009年にも9月4日時点で2割7分5厘であった打率をその後の約1ヶ月で3割3厘にまで上げた成功体験によるところが大きいと考えられる。その後、本当に引退するのかと問いかけた記者に、何なんですか、あの記事は、あんなことを言った記憶はないですよ。引退するわけないでしょ。まだまだ野球を続けますよ、と熱い引退撤回宣言を行った。トースポも鉄道呼ばわりはごめんだと青木選手に対して再度言いましたよねと確認を求めたが、青木選手は記憶の混濁が生じたのか急にトーンダウンしながら、本当に言ったことを覚えていないんだよ、言ってないはずとブツブツとつぶやきながら球場を去っていったとのこと。伊藤大海選手はシーズン前半は勝ち運にこそ恵まれなかったものの安定したピッチングを続け、東京五輪の野球日本代表侍ジャパンに選出された。準決勝の韓国戦の7回表、伊藤選手は岩崎優選手からマウンドを受け継ぎ登板。ツーアウトの場面で打席の韓国代表パク・ヘミン選手からタイムをかけられる。地上波解説の新井貴浩が審判と話し込むパク選手を見て、ロジンのつけすぎに物言いがあったのではないだろうかと推察するも、それを知ってか知らずか伊藤選手は何事もなかったかのように大量のロジンをつけ始め、パク選手が唖然とした様子が話題になった。また日本戦で敗れた韓国の翌日のアメリカ戦を見ていた伊藤選手はこのようなツイートを投下する。USA の巾着のような別仕様の全く別物のロジンには抗議しない模様。まるで韓国サイドを煽るかのような強心臓っぷりにファンの間では、これはダルビッシュの後継者、鋼メンタルでない限り禁断、手乱、リリーフの東海がはびこる日ハムでは投げられないとネタにされた。ただし伊藤選手自身は後日ツイートで、韓国の打者からの指摘が的確に伝わってなかった、煽りではなく疑問なだけですと追記している。入団当初こそハーフの高卒ドラ1野手として注目を集めたオコエ選手だったが、課題の打撃は一向に進歩せず、期待ほどの結果は残せていない。2017年に130打席ながら打率3割を記録したり、2019年のクライマックスシリーズで千賀滉大選手からホームランを放つなど大器の片鱗は見せているものの、近年は似たようなタイプの辰巳涼介選手の台頭もあり、2022年オフの現役ドラフトで巨人へ移籍した。その一方で Twitter や Instagram などでの野球そっちのけなファッション系の投稿、年俸を超えるスポーツカーの購入、ブーセイと言われる梨田監督さえも激怒させるオフ期間の怠慢、講師に渡るやらかしなどで話題を定期的に提供し続けており、試合で目にすることは少ないがネット上では突発的に話題に上がり叩かれることが多い。2021年シーズン開幕直前、突如として則本昂大選手の不倫、離婚のニュースが報じられた。あえて開幕直前にぶつけてくるような突然のニュースとあって話題となった。シーズンが開幕すると下中の則本選手は3月31日のロッテ戦を7回途中1失点、翌週4月7日の西武戦でも7回2失点と好投し、開幕2連勝。週刊誌の揺さぶりを跳ね返したことで話題は収束に向かうかと思われた矢先に事件が起こる。西武戦の試合後、ホームランを含む2安打3打点でヒーローインタビューに呼ばれた辰巳選手が則本選手の好投について問われ、前回登板もそうですけど何か悪いことしたんかなというぐらい気合が入っていたので、野手が点を取ってあげて勝たせたいなと思いましたと真顔でコメントしたのである。この表情一つ変えない畜生インタビューが話題となり、せっかく収束しかけていた則本選手の不倫ニュースも再燃。以降則本選手が好投するたびに悪いことしたんかなと言われるようになってしまった。首位攻防戦となる8月3日の西武戦で、石井一成選手は7回に1点リードの場面から杉谷拳士選手の守備固めとしてセカンドで出場するも、その石井選手が悪送球による逆転タイムリーエラーを犯してしまい、試合はそのまま敗戦。これが日本ハム唯一の決定打となったのか、8月以降は投打の歯車が狂い、最終的にはソフトバンクにも追い抜かれて3位でシーズンを終えた。そのシーズンオフ、同心スポーツの一面で中島拓也選手の発言として以下の記事が載せられた。あのミスで優勝できなかった、石井選手には悪いけどそれぐらいのプレー、途中から出る難しさとかも分かったと思う、次に生かせるようにはしないといけない。この頃の石井選手は打撃も守備もいまいちであったため、日本ハムファンも唯一の先般は石井選手と考えており、この発言は妥当なものとされていたが、2019年7月28日の西武戦で9回表に抑えの増田達選手から近藤健介選手が起死回生の同点スリーランを放って7対7と追いつき延長戦へ。しかし守備固めとして石井選手の代わりにショートに入った中島選手が10回裏ワンアウト1塁の場面で秋山翔吾選手が放った併殺コースのゴロをまさかの後逸。さらにボールが外野を転々とする間に一塁走者の木村文和選手が一気に生還。日本ハムはサヨナラ負けを喫した。さらに3日後の8月1日、対楽天戦で1対2とリードされた場面の5回裏に出塁、2塁まで進んだ中島選手が自打者、太田泰史選手の打席で牽制で飛び出してタッチアウト。その後太田選手がヒットを打ったため、もし中島選手が走塁しなければ同点の可能性が高かったので、今までのことを棚に上げ、より一層怒りを買う羽目になったのである。2021年オリックスとロッテの熾烈な優勝争いの中、この日先発のオリックス田嶋大樹選手は8回1失点と好投。しかし1点リードの9回表に登板した平野選手が荻野貴司選手に同点ホームランを被弾してしまう。後続は抑えたが、9回裏のオリックスの攻撃中、J スポーツのカメラがベンチに座る平野選手を映し、実況が打たれた平野佳久ですと紹介する。その時の平野選手がまるで笑顔に見える表情をしていたため、この場面を切り取ったスクリーンショットが即座にインターネット上で拡散された。かねてより劇場型クローザーとして知られている平野選手は、元より仮に炎上して先般になろうがふてぶてしい態度を貫くメンタルの持ち主で知られており、この1枚はそんな平野選手の性格を端的に表している画像である。これ以降平野選手が打たれた時だけでなく、他投手が失点して悔しがる場面などにも比較として下の画像が出回るようになった。ただ登板時は常に僅差のプレッシャーにさらされるクローザーという立場上、何事にも動じないメンタルが要求されることは考慮に入れる必要がある。美馬学選手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代の2013年8月21日、日本ハム中田翔選手に左手甲へのデッドボールを与え、中田選手は左手第5中手骨の亀裂骨折、戦線離脱を余儀なくされ、その間に同僚のミチェル・アブレイユ選手にホームランのタイトルを奪われてしまった。しかも美馬選手は2014年3月1日に放送された「心揺さぶれ先輩ロックユー」で中田選手へのデッドボールについて言及された際に、デッドボールは避けようとすれば避けれると発言したことで大炎上、ネット上で総叩きにあってしまった。そして2017年4月29日の同カードでは、先発の美馬選手が中田選手の左大腿部へ再びデッドボール。上記の経緯や打撃不振から怒りをあらわにして不満をぶつける中田選手は激怒して乱闘寸前の騒ぎとなった。さらに2019年10月27日、美馬選手は FA 権を行使することを発表すると、楽天の球団環境が荒れ気味だったこともあり、主力の FA 権行使は避けようとすれば避けれるなどとネタにされた。ちなみに中田選手は2021年にチームメイトに対する暴行事件が発生、同様に清田選手についても度重なる不祥事により契約解除。これによりネット上では、美馬選手は中田選手や清田選手を成敗するためにデッドボールを与えていたと再評価されている。2023年5月11日週刊文春の記事で、山川穂高選手が強制わいせつ致傷の疑いで警察の聴取を受けていたことが報じられる。記事には隠れ家個室風の飲食店に誘うよう装いながらホテルの一室に連れ込む、何度も断ったが無理やり押し倒されたといった内容が書かれていた。山川選手は娘がいる既婚者であることから不倫という要素も持ったこのニュースは、2023年のスポーツ界を代表する一大スキャンダルへと発展した。報道当日こそ試合に出場したものの、翌日にコンディション調整を理由に出場選手登録を抹消、その後2軍3軍での練習参加という形で事実上の出場停止処分となり、親会社である西武鉄道における山川選手関連の装飾の除去、球団売店からのグッズ、グルメの撤去が行われ、いない扱いがなされた。報道内容から動向に注目を集めていたこの件だが、最終的には8月29日に嫌疑不十分で不起訴処分となる。しかし事態を重く見た西武球団側は公に無期限での出場停止処分を課し、山川選手は球団のトレーニング施設での練習の日々を送った。それでも山川選手には故障者特例措置が適用され、国内 FA 権を取得。期限ギリギリまで迫る長考の末に FA を行使した山川選手に対し、手を挙げたのは案の定ソフトバンクであった。 FA に際し球団から山川選手のコメントが発せられたが、これがまた強烈な突っ込みどころを抱える代物であった。他球団から寄せられる厳しい言葉で自らを戒めたいという趣旨と思われるが、ソフトバンクしかオファーをしていない時点でその理屈は意味をなしておらず、選手の権利として定められた制度という理解を超える前に完全に常人の理解を超えており、これ以降山川選手の FA 騒動に関しては戒め FA というワードが定着することになる。実際にネット上では、現所属先でみそぎを済ませるのが筋ではないのかという旨の指摘が多く上がっており、山川選手の主張を支持する向きはほとんど見られなかった。楽天が再開に終わった2018年オフ、監督代行、平石陽介氏の正式な監督就任と、石井一久氏の GM 就任が発表される。しかし2019年シーズンは3位にまで順位を上げたが、オフには平石監督の退任が発表される。そして石井氏は報道陣に、イーグルスの現状の課題について平石体制では改善が望めないから、という文章を配布する。これが、則本昂大、岸孝之のダブルエースを怪我で欠きながら、前年最下位のチームを71勝68敗4分の貯金3で A クラスに導いている。監督の評価として適当でないのでは、解任の理由を公開するのは異例だ、などと議論を呼ぶこととなった。平石監督解任の直後、石井 GM はミーティングで選手を鼓舞するためとはいえ、僕の中では3段階に分けたら3位は B クラスと独自のクラス分け。なお、この発言については、ラグビーで言えばティア1というのがあるように、首位から何ゲーム差も離されて3番目までに入ったからといって、同じ上位グループとして捉えるのか、それとも、もっと細分化して、そこに甘んじることなく、正確に自分たちに足りていない部分を感じることが大事という話。それを選手に話したんですけどね、と説明した。石井 GM は他にも、球団の顔であった嶋基宏選手に年俸制限を超える減額を提示。最終的に嶋選手は自由契約を選択し、ヤクルトへ移籍させたり、高卒2年目の西牧健治選手に戦力外通告を行い、育成契約を脱し、明かされていた理由がチーム編成上の方針という曖昧なものだったことも荒れる原因となった。岩隈久志選手は2010年オフにポスティングシステムによる MLB 移籍を希望し、アスレチックスが交渉権を獲得。だが岩隈選手は7年契約、総額1億2500万ドルを要求したとされ、結局期限までの契約合意には至らず残留した。しかし、楽天は岩隈選手移籍を前提として、松井稼頭央選手、岩村明則選手を獲得していたため、予算が圧迫されてしまう。そして、数少ないレギュラー格の生え抜きで人気も高かった渡辺直人選手を、契約改正後に金銭トレードで横浜へ放出。ネット内外では岩隈選手のポスティング失敗のため、渡辺選手は補強費確保のため放出されたという見方が定着し、ゼニクマという別称が生まれることになった。球界有数の愛妻家として知られ、ベストファーザー賞も受賞していた岩隈選手だったが、女性と社内キスをしているところを写真に撮られ、週刊誌に掲載されてしまった。しかも相手の女性はよりにもよって義理の妹。当初は単なる語呂合わせと思われていた家庭内 FA 宣言が本当に家庭内での移籍だったこと。3年前から義妹と関係を重ねていながら、しれっと家族の絆をテーマにした絵本を出版しているなど、圧倒的な畜生ぶりを発揮する岩隈選手に、ネット上では大きな衝撃を受けた。なお、当時の楽天2軍打撃コーチだった広橋浩二氏は岩隈選手の義父にあたる人物であり、彼は自分の娘を裏切った男に自分の息子の妻を寝取られたことになる。ここまで来ると完全に昼ドラの世界である。しかしその後の報道によると、不倫相手は義理の妹ではなかったようだ。暗黒期真っ盛りの横浜からソフトバンクに FA 移籍した内川聖一選手は、以降古巣に対して多数の批判のコメントを残していることで知られている。移籍会見では、僕自身、横浜を出ていく喜びもあった。ここにいたら自分がダメになると思った。いなくなって初めてその存在の大切さみたいなものに気づくんじゃないですか。ここにいたら自分がダメになると思った。などあまりに歯にきぬ着せぬ物言いから、当時の横浜ファンからは、あまりにも言い方がひどい。横浜での実動が少ないのに偉そうなどの反発を食らった。井納選手は2020年オフに FA 権を行使して DNA から巨人に移籍。しかし迎えた2021年シーズンは投げるたびに炎上する惨状で、わずか5試合の登板、防御率 14.40 で未勝利に終わり、唯一の先般の一人として巨人ファンから袋叩きにあってしまう。そして古巣 DNA 相手となった2022年6月の試合、4対3で巨人が1点リードの5回表に、原辰徳監督はメルセデス選手を諦め、井納選手をマウンドに送った。しかし井納選手は相手打者に対してあっさりとストレートのフォアボールを出す。それも捕手の小林誠司選手が構えたグラブからかけ離れた位置。さらには3球目には大きくそれた暴投からのフォアボールというありさまで、1打席で降板させられた。この投球中、日本放送にて解説を務めていた谷繁元信氏は、3球目の暴投のシーンについて、どこに投げてるんだという感じ。あれはキャッチャー取れないです。と発言。そして4球目の後に交代を告げられるシーンでは、これはもう井納の野球人生が終わりに近づくような、ね。そういうフォアボールだったと僕は思いますよ。とコメントした。ブーチクここに決まれりという発言で一部批判もあったが、惨状を的確に表現した内容でもあり、〇〇の野球人生の終わりに近づく、といった書き込みが以降見られるようになった。山口俊選手は2016年オフには巨人 FA 移籍。右肩違和感とインフルエンザ感染で開幕には出遅れたが、移籍後初登板となった2017年6月14日のソフトバンク戦は継投ノーヒットノーランに貢献した。しかし、古巣との初対戦となった7月2日の DeNA 戦では強烈なブーイングを受けメンタルを崩したのか、4回6失点。翌々日登板の予定であった7月18日の中日戦では予告先発を急遽回避。その理由が、11日夜に飲食店で泥酔し右手甲を負傷した上、治療に向かった大学病院で暴れてドアを破壊、警備員を負傷させるなどの行為に及んだ疑いが発覚したため、球団が登板を自粛させるという前代未聞の出来事だった。翌19日に一軍出場選手登録を抹消され、練習自粛、自宅謹慎に。さらに被害届も提出され、傷害と器物損壊の疑いで書類送検。記者会見を行い謝罪したが、球団からは自宅謹慎を20日から解く代わりに、シーズン終了までの出場停止及び罰金、現行、推定1億円以上。同年オフの契約更改では、当初の予定より1年短縮された契約期間を提示されるというペナルティを受けることとなった。なお、示談成立により、最終的には不起訴処分となっている。移籍時の印象の悪さから DeNA ファンにはすでに嫌われていたが、散々出遅れた挙句の不祥事により、巨人ファンからも後ろ指を刺された。増井宏敏選手は北海道日本ハムファイターズ所属時代、武田久志選手に次ぐ右のセットアッパー、ストッパーとしての地位を築く。プロ入り2年目の2011年から5年連続で50試合以上に登板。2012年には最多ホールドも獲得するなど、中心選手として活躍していた。そして2017年オフには複数年契約を重視した FA 宣言。平野佳寿選手が MLB へ移籍したことで抑え候補を探していたオリックスへの移籍が決まった。するとオリックス移籍後、古巣、日本ハムの打線について、一緒にやってる時は、もっと点を取ってくれよ、とか思ってたので、笑。打線が強いという感じじゃなかったので、1年間ファイターズからは点を取られないように頑張りたいと発言したため、日本ハムファンからさらなる反感を買い別の意味でも憎い呼ばわりされた。さらに地区位という別称も与えられ、移籍後も日ハムファンからはヘイトを集めている模様。オリックス移籍後は2018年こそクローザーとして活躍したものの、2019年以降は不安定な投球が続いてクローザーの地位をあっさり剥奪された。平野選手が復帰した2021年以降は先発と中継ぎを行き来する起用が続いていたが、山崎颯一郎選手、阿部翔太選手、宇田川優希選手らの台頭で1軍での出番が激減した。結局、残るは対ヤクルト戦の勝利だけだった前人未到の全球団勝利、全球団セーブ、全球団ホールドを果たすことができずに2022年オフに戦力外通告を受け、翌年1月引退を決意した。関川浩一選手は俊足巧打の捕手、外野手として1991、2007年の17年間にわたり現役を続け、引退後は楽天のコーチに就任。以降は複数球団を渡り歩くも、行く先々で選手とのトラブルが絶えず、特に阪神以降の打撃コーチを務めた年のチームの打撃成績が低迷したことから評価は芳しくない。2016年、工藤公康監督に招聘され、ソフトバンク1軍の野手総合巡回コーチなる役職へ就任。試合中に作戦を工藤に耳打ちする様子が見られ、事実上の関川ヘッドと揶揄される。チームは序盤に歴史的な独走を見せるも、後半に失速。最大 11.5 ゲーム差をつけながら逆転され2位に終わる。2017年、前年の戦犯によりコーチ職を解かれるが、球団自体には残留。この結果チームは94勝49敗と圧倒的な成績でリーグ優勝及び日本一に輝き、関川コーチの解任と対照的な結果であった。2015年9月、福田聡選手の借金を取り立てる目的で不動産会社の元社員が巨人2軍練習場へ現れた。これがきっかけとなり、福田選手が知人 A 氏を介して野球賭博に関与していたことが発覚した。また A 氏は福田選手のチームメイトである笠原翔輝選手の知り合いであり、つまりチーム内で複数の人物が賭博に関わっていた可能性が浮上。黒い霧事件以来の大問題として球界に激震が走った。その後、2016年3月には高木京介選手が会見を開き、賭博に関与していたことを自ら告白。改めて事件の根深さが浮き彫りになるとともに、責任を取る形で渡辺恒雄読売巨人軍取締役最高顧問が辞任を発表した。また同月14日には、球界から追放された笠原選手が産経新聞のインタビューで、試合中の円陣において選手間で金銭のやり取りが行われていたと暴露。これが巨人のみならず他球団でも似たような験担ぎとして行われていた事実まで明らかになったため、全球団を巻き込む騒動に発展した。2023年オフ、安楽智弘選手は楽天球団内で10人以上の選手にパワハラなどをしていた疑惑が浮上。契約更改の無期限延期と自宅謹慎処分の後、ヒアリングにより報道内容がおおむね事実と判断された安楽選手は保留選手名簿から外れ、同年12月1日付で自由契約となってしまった。その後、安楽選手は2024年になってメキシカンリーグレッドデビルズと契約。その際近年の他球団において不祥事を起こして移籍した選手たち同様に謝罪の弁を新たな所属先で述べたが、本人ではなく代理人である弁護士を通じてであった。また同時に報道されている内容に真実と異なる点があるとも主張しているが、具体的な明言については2024年現在まだなされていない。2011年11月のセ・リーグのクライマックスシリーズファーストステージ開催前日、清武英理読売巨人軍取締役球団代表が渡辺恒雄読売巨人軍取締役会長に対して造反劇を起こした。告発者が巨人の中枢部にいたことから、巨人の過去の悪事が暴かれるのではとネット上でもアンチ巨人を中心に空前の盛り上がりを見せたが、清武氏はひたすらコンプライアンス、法令遵守というフレーズを連呼するだけに止まり、ネット上を失望させた。読売グループは安倍晋之助選手らの契約金問題が明るみになった際には、それを逆手にとって清武が巨人を陥れるために情報を流したという姿勢をとり、原監督の不倫スキャンダルが暴露された際には清武さんへというメッセージを公表、名指しで清武氏を非難するに至った。これに対し清武氏は記者会見を行っているが、同日はイチローがヤンキースへ移籍という大ニュースが飛び込んだことで世間の話題を独占したため、微塵も話題にならなかった。祖父江大輔選手はルーキーイヤーから6年連続30試合以上登板している便利屋リリーフであり、安定した投球を続けていた。2019年は44試合登板で3勝4敗3ホールド防御率 3.11 と前年より若干登板数を落としたものの、2019年の推定年俸である2900万からすれば十分な成績に見えた。しかし契約更改の場でダウン提示を受け、祖父江選手はこれを保留。祖父江選手は交渉後の会見を拒否し、球団広報からコメントを出すにとどまった。一方、祖父江選手との契約交渉後に加藤球団代表が取材を受け、その際に出た発言が、彼はここ3年間の登板数を評価してほしいと言っていた。心情的には評価するが査定ポイントにはならない。3年間を評価するなら FA を取ってほしいと話したと説明したことが大きな波紋を呼んだ。これに対しダルビッシュ選手は、勝ちパターンでなくても年平均40試合強で防御率3点で3000万切るって近代野球だとないんじゃないかとコメントし、現役中日選手も反応。結局祖父江選手は2回目の交渉に臨み、100万円ダウンの3500万でサイン。翌2020年は福選手とライデル・マルティネス選手で勝ちパターンを構成。マルティネス選手離脱時は代役クローザーも務め A クラスに貢献。最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得するキャリアハイの成績を残し、前年から倍増の7000万円を提示され一発サインしている。というわけで今回はプロ野球におけるグーチクエピソードを50個ご紹介しました。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをご紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。